ガジェットウェアをご覧の皆さん、こんにちは。東洋経済 HR オンライン編集長の田宮博之です。本日は高校生のライフスタイルについてお話をします。マイナビがですね、高校生のライフスタイルについて調査をしましたので、今日そのことについて解説します。まず高校生のライフスタイルということで、仕事に関することなんですけども、就きたい仕事がすでに決まっていると答えた高校生がですね、調査した高校生の 36.7% でした。4割弱が就きたい仕事が決まっているとこういうふうに答えています。ただいろいろ傾向がありましてですね、男子高校生と女子高校生を比べると女子高校生の方が決まっていると答えた生徒が多かったです。それから文系志望の高校生、それから大学のですね、大学進学において文系志望の学生と理系志望の学生を比べた場合は、理系志望の学生の方が就きたい仕事が決まっていると答えた数が多かったという結果が出ています。それからあとは大学志望と短大志望ですね、これを受けた場合はですね、短大志望の学生の方が将来就きたい仕事は決まっているというふうに答えています。ですので女子、理科系、短大、こういった学生の方がですね、将来の職業についてかなり具体的にイメージしているということになります。それから大学進学志望者のですね、 16.3% は就きたい職業、業界、分野、こういったものが全く決まっていないというふうに答えています。ですから先ほど就きたい仕事が決まっている学生が高校生が 36.7% いると言いましたけども、その一方でですね、将来のイメージを全く持たないままですね、大学に進学する学生も一定数いるんだということが分かりました。それからじゃあ進学先なんですけどもね、進学先どういったところに進学したいかということなんですが、自宅から通いたいと答えた高校生が 45.6%、 これ一番多かったです。で、自宅から通いたい理由なんですけれども、これ何かと言いますと、一人暮らしは経済的に大変だからと、こういったふうに答えています。よく地元志向が強い、地元志向が強いということがですね、最近よく言われるんですけども、地元志向が強いから自宅から通える大学に行きたいというのではなくて、経済的な理由から通いたいということが分かりました。ちなみに、地元の友人と離れたくないから、自宅から通える大学に通いたいと答えた学生は 11% でした。そんなに多くないですね。地元志向、地元志向とよく言われますけども、地元志向というよりもむしろ経済的な理由から、地元の大学に通いたいと、こういったことを言っています。それから将来的にですね、どこで働きたいかということを聞きますとですね、将来地元で働きたいと答えた高校生が 37% でした。ですからこちらもですね、やはり地元志向ということが言われる割にはですね、そんなに多い高校生が地元で働きたいと答えているわけでもないということが分かりました。やはり高校生もいろいろでありまして、日本国内でどこか違うところに行きたいとか、あるいは海外で働きたいとか、そういった学生の方が多いんだということが分かりました。それから進路について相談する相手ですけども、圧倒的に母親が多いですね。母親が1位、第2位が友達、そして父親は第3位でした。進学先、それから就職先、そういったことを考えるときは、まずは、母親に話すと、そういった傾向が強いということが分かりました。それから最近ですね、高校でもキャリア教育、かなり盛んになってきています。大学だけではなくて、高校でもかなり行われてきています。そして、高校でですね、キャリア教育を受けたことがあると答えた学生が、24% いました。約4分の1の高校生は高校で何らかのキャリア教育を受けています。そして、その受けた、キャリア教育を受けた高校生のうちの 45% は具体的に、将来の仕事が決まっていると、就きたい仕事が決まっているというふうに答えています。ですからキャリア教育を受けた学生のだいたい半分ぐらいですね、だいたい半分ぐらいは仕事がだいたいイメージできているということになります。その一方でキャリア教育を受けていない高校生、キャリア教育を受けていない高校生は 35% が具体的に就きたい仕事は決めていると答えています。ですから、キャリア教育を受けた方がですね、将来についていろいろ考えるんだなということが分かりました。キャリア教育が一定の効果を上げているということが分かりました。
まあ、高校生のうちから決めてしまうというのはいいのかどうか分かりませんけれども、少なくとも高校のですね、キャリア教育、まあ、いろいろと批判もあるんですけれども、実際はですね、かなり効果を上げているということが分かりました。本日は以上です。また次回お目にかかりましょう。